はい、こんにちは、レトスの小野です。1月12日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。勉強しなければならない、分かっていてもできない、こんな悩みないでしょうか。私自身も、独学で勉強をしていた時はいろんな誘惑に負けて勉強できなかったんですね。ただ勉強しなかったら合格できないので、こんな対策を考えて実践していました。誘惑に負けて勉強できない場合どうしたらいいのかについて別途動画でまとめましたので、そちらご覧いただければと思います。この動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また右上にもお知らせボタンを出しておきます。また最後に動画のリンク貼っておきますので、そちらからもご確認いただけます。では問1に入ります。主たる債務者は弁済の資力がありかつ執行が容易である場合、連帯保証人は債権者からの履行請求について主たる債務者から先に履行するよう債権者に主張することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×ですね。連帯保証人なのでこのような主張はできません。検索の抗弁権はないということですね。今回の問題は検索の抗弁権についての問題です。検索の抗弁権ってどういったものかっていうと、簡単に言えば先に主たる債務者の財産からお金を回収してくださいと言える権利なんですね。で、この権利を主張するためには2つ要件があって、1つ目が主たる債務者に弁済の資力があること、つまり、財産があるってことですね。主たる債務者に財産があるということ。もう1つが執行が容易であること、つまり、簡単に回収できること。この2つが要件とされています。で、この検索の抗弁権っていうのは、普通保証人は持っている権利なんですが、連帯保証人は持っていないんですね。つまり、本文のように、連帯保証人は、主たる債務者から先に履行するよう、債権者に主張することはできません。したがって、誤りになるということです。個別指導ではちょっとイメージしやすいように、具体例を用いて解説していますので、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガからご確認ください。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。そちらから個別指導どんなものかご確認いただけます。で、問2ですね。売り主である宅建業者は買い主が宅建業者である場合、37条書面の交付は省略することできるが、35条書面の交付は省略することができない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。どちらも省略できません。これは基本中の基本の問題です。買い主が宅建業者であっても、売り主業者っていうのは35条書面及び37条書面の交付は義務です。なので誤りとなります。買い主が宅建業者の時に適用がない場合については、これまとめて覚えておくと効率的です。なので、個別指導については、これについてもうまとめて解説しておりますので、個別指導専用のメルマガからご確認ください。ちなみにこの売買契約の取引に媒介業者がいる場合はどうなるか。この場合、媒介業者も35条書面、37条書面の交付義務がありますので、この点も注意しておきましょう。で、問3ですね。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は都道府県知事の検査を受けなければならない、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。造成主は宅地造成工事を始める前に知事からまず許可をもらいます。で、その工事が終わったら、工事結果が技術的水準に適合しているかどうか知事の検査を受けます。で、その検査に合格すれば知事から、検査済証がもらえます。で、今回の問題はこの検査の部分ですね。工事が終わったら知事の検査が必要です。なので答えは丸だということですね。この流れ、きっちり、頭に入れておきましょう。流れが重要です。そして、最初にもお伝えをした、誘惑に負けて勉強できない場合どうするか。それについてはこちらの真ん中に動画、リンク貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。